今日の試合の感想は、試合の感想は、まあやっぱりホームやったんで勝ち点3、まあ、チームみんなが狙ってたと思うんですけど、まあ、そこで、まあ、先制点取られて、で、まあ、ゼロよりは1で終わらせたっていうことは良かったかなと、次にはつながるかなと思います。まあ、自身のゴール、はい、まあ、チームにとっても今回初ゴールとなりましたけど、はい、あのゴールシーンは振り返っていかがでした？まあ、やっぱり1点負けてるっていうことで、まあまあ、セットプレーはまあ五分なボールなんで、まあ、どっちに転ぶかって感じだったので、勢いよく、まあ、入っていこうとは思ってましたけど、まあ、そこに、まあ、いいボール と高さんのいい折り返しがあったんで、僕はあの頭で触るだけだったんですけど、まあ、今日試合、まあ、前半はかなり押されてて厳しかったですけど、まあ、前半の試合とハーフタイムとなってどういう監督の指示とかチームの話がありましたか？まあ、そのやられてる部分でやっぱりディフェンスの間とか、あの相手の、まあ、シャドウの選手ですかね、がまあ入ってきてたりしてたんで、しっかりとケアしようっていうことで、まあ、そうですね、まあ、その部分はまあしっかりできてたとは思うんですけど、まあ、セットプレーでやられたんで、まあ、次はもう一回修正したいと思います。今日の試合振り返ると、前半はかなりもうピンチが多かったけど、中でそういった中で勝ち点1取ったっていうのは、まあ、そんな下向きになることでもない。まあ、どの結果であっても、まあ、下のことはないと思うんですけど、まあ、でもやっぱり、まあ、自分たちのホームですし、まあ、見に来てくれてるあのサポーターの皆さんにも、まあ、やっぱり勝ち点3をプレゼントしたいなとは思ってます。後半結構守備でも福井選手は、まあ、熱い気持ちを出してたと思うんですけど、かなり勝ちたいって気持ちがありました。そうですね、やっぱり引き分けで満足するっていうのは違うと思いますし、やっぱり勝ちたいっていう、まあ、気持ちの部分でそのファールになったりっていうのは、まあ、次反省していかないといけない部分だったんですけど、まあ、でも、まあ、その球際の強さだとか、まあ、相手にしっかり行くっていうところはあの、まあ、これからも続けていかないとやっぱりいけない部分だとは思います。次の試合に向けての意気込みをお願いします。そして、まあ、間がもう少ないので、まあ、そのずるずる引きずるっていうわけじゃないですけど、まあ、いい部分もあったんで、まあ、そこは継続しつつ、まあ、自分たちの、まあ、やられてる部分とかは、修正しながら、もう次必ず勝ち点3を取りに行くっていう気持ちは変わらないんですけど、頑張りたいと思います。アウェーで勝って、はい、ホームでまた勝って、そうですね、はい、頑張ります。ありがとうございます。